1881年の口屋地図口屋は、江戸時代から明治時代にかけて、伊予国新居郡新浜村にあった別市道山の瀬戸内海側の物流中継地。現在、口屋跡として残っており、新居浜発祥の地として知られている。愛媛県指定史跡に別市道山口屋跡として昭和24年9月17日指定された。1691年、住友家が、 別種銅山を解散した。解散当初は、馬群天馬浦が、物資輸送の窓口港であったが、その後1702年に、銅山越を経て、立川を経由し、新居浜浦に至るルートに変更され、同時に新居浜浦に口屋が設けられた。口屋は、別種銅山から運んできた祖堂船で、大阪に運ぶ、物流中継地となり、また銅山で働く。 人々のための資材や食料物資の中継地点の役割も果たした。その後、口屋は住友文店と解消し、1890年に新浜村の総会に移転するまでの188年間、名実ともに新浜の中心地として栄えた。口屋の機能が総会に移った1890年以降、口屋があった場所は小学校、町役場、市役所、 図書館と変貌し、現在公民館となっている。ここは口や跡とも呼ばれ、かつての賑わいの面影だけが残る。公民館の入り口横に、当時の風景を表した銅板レリーフが貼られ、その前に、口や跡由来期の石碑があるほか、敷地内には、口や赤が根の松が口や開設以来300年以上も、そのままの形で現存する。ありがとうございます。